Peggy 12. その通りです。これこれ。はい。いや、ああ。まさか。ああ。激鉄を起こします。責任は果たさないとね。ご指名とあらば喜んで。お兄様のもとへ向かいます。話し合いに応じていただきましょう。玉木と話すことは何もない。追い返してくれ。お兄様に合わせてください。それまで私は決して諦めません。ならば俺が指示した者を倒してみよう。成功すれば指揮のもとへ案内しよう。頭ごなしに追い返しはしないんだな。それでは何度でもやってくるだろう。力と覚悟の差を思い知らせねば意味はない。退会させ心を折ろうというわけか。そううまくいくと思うなよ。よし、うまくいくね。あそこを落とせばいいのね。敵の英雄は玉木を狙って近づいてきている。玉木を守りながら3人の相手は厳しい。時間をかけすぎてもまずいか。教えてください。お兄様は超新マイル何を考えているのですか。知る必要はない。指揮は決して教えはしないだろう。あの英雄たちに挑む前に戦意を上げたい。勝負。味方を鼓舞するため派手に立ち回ってみるか。よし、うまくいったな。責任は果たす。基本だけどすごいこと。そこまで私が攻めます。この試練に失敗すれば玉木が悲しむ。もう少し戦意を上げ備えておくべきか。いざ尋常に勝負せよ。邪魔してごめんなさい。でも超死流前に、これがあなた方のためなんです。私ごときの叶う相手じゃなかったです。ほう、いい寄りそばだ。ロク様、申し訳ありません。私のせいでこの
勝負。君が謝る必要はない。私も四季の真意は気になっているしな。それに君は私の妹に似ているんだ。だからなんとなく放っておけなくてな。木の元へ案内しよう。よし、うまくいったな。私こそ真の三国無双だ。華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいかい？この槍にて貫かん。我が闘志まだ燃え尽きてはいない。敵将討ち取ったり。妹がどうしてもお前に会いたいそうだ。ハヤブサ殿がそう判断したなら分かった。玉木、言ったはずだ。次に会った時は必ず倒すと。これで分かっただろう。お前たちは敵同士なのだと。出番です。責任は呼んだかい？お兄様、戦わせろ。私は頑張って立派な王になります。だから私はお前を決して王にはさせぬ。何と言われようとな。まるで聞く耳を持たないとはな。玉木、奴を倒して逃げるぞ。今だ、逃げるぞ玉木。はい。ああ、いえ、ありがとうございます。ああ、